エルジャポン特別版で明かされた平野賞、神宮寺勇太岸優太の真実ナンバーアンダーラインアイの未公開ショットと秘密の制作秘話が明らかに特別版の「エルジャポン8月号が発売されナンバーアンダーラインアイがその表紙を飾っていますこの特別版には本誌には未公開のグループおよびソロの写真と楽曲制作についての不確釣りインタビューがデジタル限定で含まれています このニュースを聞いて多くのファンが期待に胸を膨らませていることでしょう。特に平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人の姿を見られることを楽しみにしている方々が多いようです。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは常に新しい挑戦を続けており、その姿勢がファンの心を捉えています。特に楽曲制作に対する熱意と努力は、彼らの音楽に対する真剣な取り組みを示しています。 デジタル限定インタビューでは彼らがどのようにして楽曲を制作しているのかその裏側が詳しく語られていますこのインタビューを通じてファンは彼らの音楽への情熱とクリエイティブなプロセスをより深く理解することができるでしょうインタビューの中でメンバーはお互いへの思いも語っています平野翔は岸優太への特別な感情を表現しその絆の強さが感じられます 彼らの関係性はファンにとっても非常に興味深いものでありこのような個人的なエピソードが公開されることは大きな喜びですさらに神宮寺勇太も他のメンバーとの関係性について触れており彼らがどのようにしてグループとしての強い絆を築いてきたのかが明らかにされていますファンからの反応も非常にポジティブで彼らの写真やインタビューに対する期待が高まっています 特にデジタル限定インタビューが公開されることで、彼らの音楽活動やライブパフォーマンスに対する深い洞察が得られることは、ファンにとって貴重な機会です。このような限定インタビューは、彼らのクリエイティブなプロセスやメンバー間のダイナミクスを理解する上で重要な役割を果たします。エルジャポンの特別版は、これまでに見たことのない彼らの姿を捉えた写真や、深いインタビューを通じて、 ナンバーアンダーラインアイの魅力を余すところなく伝えていますこの特別版が手元に届くのを楽しみにしているファンは多く彼らの期待は高まるばかりですこのような特別な機会を提供してくれたエルジャポンには感謝の気持ちでいっぱいです特別版の発売に合わせてスペシャルムービーも公開される予定でありこれもまた多くのファンが楽しみにしているイベントですこのムービーでは メンバーのの普段見られれない一面や楽曲制作の裏話が披露される予定ですファンにとって彼らの舞台裏を垣間見ることができるこのムービーは非常に貴重なものとなるでしょう n o ーアンダーラインアイの魅力はその音楽だけでなくメンバー同士の絆や個々のキャラクターにもあります彼らのストーリーはファンにとって感動的でありインスピレーションを与えるものです 今回の特別版とデジタル限定インタビューを通じて、彼らの新たな一面が明らかになることを楽しみにしています。デジタル限定インタビューでは、楽曲制作に関する詳細なエピソードが語られています。例えば、彼らがどのようにしてアイデアを出し合い、曲を完成させるのか、またライブパフォーマンスに向けてどのような準備をしているのかなど、普段は聞くことのできない貴重な情報が満載です。 ファンにとって、これらのエピソードは彼らの音楽への理解を深める手助けとなります。また、インタビューではメンバーそれぞれの個人的な思いも語られています。平野翔は、楽曲制作において常に新しい挑戦を求める姿勢を示しており、その情熱が感じられます。彼は常に自分自身を高めるために努力を惜しまない姿勢があり、これが彼の音楽に対する深い愛情と真剣さを物語っています。 一方、ガン・ユータは、グループとしての一体感を大切にしており、そのリーダーシップが光ります。彼の優しさと強さは、メンバー全員にとって大きな支えとなっています。神宮寺ユータもまた、彼らの音楽に対する情熱を共有しており、常に新しいアイデアを持ち込むことでグループに新たな風を吹き込んでいます。彼のクリエイティブな視点は、 ナンバーアンダーラインアイの音楽に多様性と深みをもたらしていますこれらのメンバーそれぞれの個性的なアプローチが彼らの音楽をより豊かで魅力的なものにしています特別版の「l ルジャポン8月号」が手元に届くのを楽しみにしているファンは多くの期待を寄せています彼らの写真やインタビューを通じてナンバーアンダーラインアイの新たな一面が明らかになることでしょう これからも彼らの音楽活動を応援し続け、彼らの成長を見守っていきたいと思います。彼らの音楽に対する愛情と情熱は、単なるエンターテインメントを超え、深い絆と信頼関係の中で築かれたものです。この特別版を通じて、ファンは彼らの音楽に対する取り組み方や、メンバー間の強い絆についてさらに理解を深めることができます。特に、 楽曲制作における彼らのクリエイティブなプロセスや各メンバーの個性がどのように調和しているのかを知ることは非常に興味深いものです平野翔の情熱的なアプローチは彼の音楽に対する深い愛情と真剣さを物語っています彼は常に新しい挑戦を求め自己を高める努力を続けていますこの姿勢は彼の音楽が常に新鮮で革新的である理由の一つです 彼のクリエイティビティはグループ全体に刺激を与え他のメンバーにも影響を与えています岸優太のリーダーシップはグループの一体感を維持する上で重要な役割を果たしています彼の優しさと強さはメンバー全員の支えとなっており彼の存在がグループの安定と成長に寄与しています彼の音楽に対する情熱は他のメンバーにも伝わり グ神宮寺勇太のクリエイティブな視点はグループに新たな風を吹き込む重要な要素です彼の新しいアイデアや独自のアプローチはナンバーアンダーライン愛の音楽に多様性と深みをもたらしています彼のクリエイティビティは他のメンバーと協力し合うことでさらに発展しグループ全体の音楽の質を向上させています 特別版のエルジャポン8月号では、これらのメンバーそれぞれの魅力が存分に発揮されています。彼らの写真やインタビューを通じて、ファンは彼らの新たな一面を発見し、彼らの音楽に対する理解を深めることができます。特に、デジタル限定インタビューでは、彼らのクリエイティブなプロセスや、メンバー間のダイナミクスについての詳細なエピソードが語られています。これらのエピソードは、 ファンにとって非常に貴重な情報であり、彼らの音楽に対する愛情をさらに深める手助けとなります。エルジャポンの特別版の発売と同時に公開されるスペシャルムービーも、ファンにとって大きな楽しみです。このムービーでは、彼らの普段見られない一面や、楽曲制作の裏話が披露される予定です。ファンにとって、彼らの舞台裏を垣間見ることができるこのムービーは非常に貴重なものとなるでしょう。 彼らの音楽に対する情熱や、メンバー間の絆がどのようにして形成されているのかを知ることは、ファンにとって大きな感動とインスピレーションを与えることでしょう。最後に、この特別版の発売を機に、彼らの音楽に対する新たな視点や理解を深めることができるのは非常に貴重な経験です。n ンバーアン Underline Eye のメンバーは、常に進化を続けており、その姿勢がファンにとって大きなインスピレーションとなっています。 これからも彼らの活躍を楽しみにしつつ、彼らの音楽がどのように発展していくのかを見守っていきたいと思います。エルジャポンの特別版とデジタル限定インタビューを通じて、彼らの魅力を存分に堪能し、彼らの音楽に対する愛情をさらに深めていきましょう。